髪切った？ゼロワンさんどうなんですか？誠司さんが言ってましたよ。今だったらゼロワンさん帰ってきたら勝てるかもって。マンスリー。まだゼロワンさんにこの間負けたじゃないですか、誠司さん。今だったら勝てるかもって言ってたよ、誠司さん。そんなこと言ってるの？戦いたいみたい。だって誠司さん今敵なしやもん。ゼロワンさんぐらいしか。日本で7位だよ、一応。これでも。日本で7位だよ。ああ、ゼロワンさん、TikTok。TikTok の7位と向こうの1位ってレベルまあ違確うで。かにね、それはそうですね。昨日バカにしてた。でもね、でも、フワッチだったらいい勝負なんじゃない？誠司さんだって、フワッチでは今かなりすごいですよ。向だかうとから、ころ敵なしみたいな。そうやって言われてたから3月やったんだけどね。圧倒的に勝ったんでしたっけ？まあ。井上尚弥とネビ戦ぐらい圧倒的だった。いや、まあ、圧倒的か分かんないけど、まあ、マンスリーのあれ見てよ。まあ確かに。いや、で、ゼロワン俺、さん強両いで方すやか。りながらだったからね、ちなみに。まあまあね、まあ、政治も強いけど、まあ、そういうふうに煽るのはちょっとね、違うと思うけどな。で、いや、私も悪いから。だって、ワッチって私の話題しか、クボッチの話題しか盛り上がらないんですよ、今。なんか、サイトが違うのに、煽るのもしょうもないし、で、チクるのもしょうもないぞ、わざわざ。まあ、でもなんかやってほしいなと思って、私。もうちょっとフワッチも盛り上がればいいじゃないですか。TikTok は TikTok でもうたくさんの有名な方がいらっしゃるから、こっちと全然黄色が違うでしょ。でもまあ俺は TikTok でね、もっと上目指すからね。ゼロワンさんって TikTok どれぐらいでしたっけ？9初ヶめて。月。9ヶ月で日本7位にいるの？一応7位だったんですけすどごいでね。すね。まあ上には上がいるからね。まあまあ俺確全か然に。だけやっぱど、り全体的王者って公約なんですか？そうよ。なるほど。そうか。まあちょっとコメント欄荒れるから、まあ頑張ってね、TikTok も。頑張ります。ありがとうございます、朝から。じダゃあイエッね。ト、本気でやりたくなったら声かけてください。ちゃんと痩せさせれるんで。私、パーソナルトレーナーやから。痩せさせてくれるの？マジでできますよ、本当に。それ本気でほんまにやるんやったら、1ヶ月でウエストは10センチ以上は約束しますね。ちゃんとやってくれるんやったら。例えば、どういで、うだレッから、スン？1日5分ぐらいのトレーニングを欠かさずやってくれたら、ウエストは10センチ必ず落ちます。で、食事に関しては少し、ものは言わしてもらう。で、今からラーメン食べようと思ってんだけど。どれぐらいですか？まあ、1玉にしてください。いや、3玉。いや、3玉無理ですね。1玉。ダメ。ダ痩メ。せる気ないでしょ。3玉ラーメン食べてダイエットって言うてる人、どこですか？どこにいるの、そんな人。ダメ。でもリスナーがやっぱ喜ぶから、3玉食べるの？それはね、みんじな。ゃあ、太ったゼロワンさんが好きなんだよ、その人たちは。違痩せうてよ、かっこよく面な白っいたんスだタイリッシよ。ュなゼロワンさん見たね、くない？俺の食べる、いっぱい食べるとかね。だけど、いっぱい食べるのもいいけど、タンパク質を多めに食べるとかだったらいいけど、炭水化物でしょ、ラーメンなんて。もう痩せタンないパク。からいいわ、じゃあもう。痩せない。痩せないですか？痩せなく痩せたてくなっも。たら声かけてください。痩せたいけど。痩せたいんだったら1ヶ月で何とかしますよ。何とかね。それは何？離れてて、連絡とかで指示をしてくれるってこと？もう全然。普通に食事今日これ食べましたって、じゃあこれはこうしてくださいとか指導はするし、管理をしてくれるってこと？します。まあちょっと考えるわ。ちなみに20日から25日の夕方まで東京にいるんで。20日から25の夕方。25の夕方ね。なるほどね。了解。では今日も頑張りましょ頑張ってね、う。TikTok。ありがとうございます。頑張ります。なるほどね。ヒーロー社長どうなんすか？ヒーロー社長。ヒーロー社長。なんで嫌な、フワッチで嫌われてるんだよ。多分ね、これこっちまで流れてくんじゃない？フワッチだとまあ、有名っちゃ有名。有名っちゃ。で、向こうバンなんだって。だってさ、痩せたいけど、
俺は食べたいもん。無理だよね、ヒーロー社長。うん。なんだけど、今のチクったりも良くないよね。うん。こう、ポンプ入れたりとか、うん。チクったりとかも。だから見た目は結構ね、お綺麗だと思うよ。年齢は40ぐらい？年齢は。見た目は結構ね、お綺麗だと思うけどね。年齢いくつ？相沢さん。年齢は結構ね、綺麗だと思う。40歳か。にしてはね、お綺麗だよね。だからこう嘘ばっかついてるらしいよ、うん、嘘ばっかり、まあ、嘘はね、まあ、めくれるとねやっぱりこうアンチ増えるから、まあ、嘘つかない方がいいよね、うん、でも俺がこうやってねちょっと絡むのは高額ギフトくれたからね、ギフトくれるんだよ無限とか俺に、まあ、だから直接ね、まあ会ったりはしないけど、これぐらいは別にいいじゃん。だってね、助かるしね、正直。たまにバトル来てくれたら。そりゃそうでしょ。ね、ずっとね、文句書いてる人よりは、全然。でも、応援してくれてて、ね、やっぱ嫌がる人のことはしたくないから、まあ俺もちょっと考えて絡むよね。まあ、TikTok では今んとこ害ないかな。まあ、害があるとするならちょっとコメント欄が荒れるぐらい。どこから湧き出てくるか分かんないけど。ふわっちの人どれぐらいいる？ふわっちの人もまあ暇の時は潜ってんのかな、俺の枠。うん、ふわっちの人。